犬飼さん、どうぞ。先生はおいくつなんですか？え？年齢？大丈夫大丈夫、女子校といってもおとなしくて真面目な子たちばかりだから、湯崎くんもすぐに馴染めるって。あ、5月に18になりました。ちょっとちょっと静かに。先生困ってるでしょ、みんな静かになさい。あ、クラス委員長の白金です。先生続けてください。あ、ありがとう。まあ僕は若いですが、一応プロとしてやっているので、皆さんにプログラムの基礎は教えられるかなと思ってます。おお、ゆさきちゃんすごい自信。うそさん、あ、いやそういうわけでは。っていうか先生、質問いいですか？紅さんどうぞ。いや、その先生は18歳なんですよね。ずっと気になってたんですが、先生の薬指、指輪してません？ああ、そうですね、僕結婚してるので。結婚？ちょっとあなたたち落ち着いて。先生すみません。結婚だって、宮子、私たちと同年代なのに。それより止めなくていいの、委員長。うっせえ、止まらー、静かにしねえと泣かすぞ、マジで。いいさこ先輩、柳も柳だ、静かにさせらんねえなら泣かすぞ、マジで。はい、すみません。いさこちゃん。